教えてる生徒がカンニングした時があるんですよ。まあすでに沢尻エリカみたいなんですよ。2人ともカンニングをしてるんですよ。もう、まあ、めちゃめちゃ大事になりましたね。やってないっていうか、やばくないですか。テスト中止結果いないんですよ。そのチェックの時間にも解いてる人いますからね。カンニングじゃんじゃんこれ。さあ、始まりました。無鉄チャンネル。さあ、今回なんですが、今回はですね、はい、カンニング事件について話そうかなと思いますね。まあ多分この事件については今まで動画で話してきていないと思いますので、話そうかなと思います。この間何でしたっけ、しくじり先生で、ね、松竹のお笑い芸人のね、持田コシヒカリさんですね、が高校時代、カンニングをして2週間の停学になったっていうね、話をしていたので、あーって思い出しました。あの、カンニング事件。あ、別に僕がしたわけではないです。はい、先に言っときますけど、そのカンニング事件っていうのはですね、僕の教えてる生徒ですね、がカンニングした時があるんですよ。それで一体どうなったのかっていうのを説明したいと思いますね。まあ自分が教えてた中高一貫校があるんですが、非常に校則が厳しいところで、でもまあそこまでなんか自分は注意したりとか別にまあ非常勤の講師だししてなかったんですよ。だから携帯とか持ってきちゃダメなんだけど、授業中にああピカピカ光ってて、あもう携帯持ってるよっていう印が出ちゃってるなとかっていう時も別にそれに関して常勤の先生に言ったりとかしないで、はいはいもう光ってっから気をつけないとやばいよ、このバッグの中の光っちゃってるよとかって言って、まあそれでもまあ中学生なんてその教えてたのがね、みんなわーってなるわけですよ。やばい携帯携帯はーみたいなね、なるようなそういう感じのクラスだったんですが、まあ態度がね一部すごい悪いと、まあ締め付けられてる分っていうのはあるんですけど、で一人もう明らかに態度悪いで、まあ、スカートの丈とかもすごい厳しいのに、一人だけ中学生ですよ、すごい短くしてて、まあ、いわゆる、まあ、美人系の顔で、まあ、すでに沢尻エリカみたいなんですよ。で、すごい態度も悪いし、どうなってんのか今わかんないですけど、もう普通にな、女優とかっていう風になってても全然おかしくないような顔立ち。これすごい厳しい学校なのに、もう一人だけ悪い。でもなんかやらかすだろうなとはずっと思ってました。何かしら問題行動はするだろうなとは思ってはいたんですけど、まあ、やっぱ案の定。で、まあ、古文っていうのかなみたいなね、慕ってるようなやつがいるんですけど、英語のテストの時になんか中華とか期末みたいな大きいテストじゃないんだよね、もう少し小さめのテストだったんですけど、そこで2人ともカンニングをしてるんですよ。もうそんな見りゃわかるんだよこっちはっていうね、で机に書いてあるんですけど、でも隠してうまくやってるつもりなんですけど、もうバレバレなんですよ、その古文みたいなねやつ。なんか全然そんな垢抜けてる子じゃないんだけど、その子と仲良くなってだんだんこうスカート短くしだしたりとか、ちょっと背伸びし始めた子なんですけど、でもう明らかにやってて、あもうこれダメだと。さすがに携帯電話を持ってくるとかだったら別にさ、他の学校では許されてるし、まあ、なんかそれによってすごい人生やばくなるとかはないけど、あカンニングはさすがにこれ良くないのは当たり前じゃないですか。どこの学校でも良くないし、今後それがあるとやばいことになりますよね、当たり前ですけど。でただまあ大事にはしたくなくて、そのテスト中に全体を通しては言わなかったんだよね。その頃の自分だってめちゃめちゃ尖ってたから、言ってても全然おかしくないんだけど、かなり尖ってたからガンガン言うタイプの人間だったから、もしかしたら2人以上いたのかもしれないですけど、集団でやってたのかもしれないですけど、まあとりあえずその英語科の学年主任だったんで、その英語の先生ちょうどまあ報告して、まあさすがにこれまずいと思うんでっていうのを言って、ありがとうございますって言って、当然学校でのカンニングの中間期末じゃなかったから、その大事にしようと思ってなかったんですが、まあめちゃめちゃ大事になりましたね、当たり前ですけど。まあカンニングってすげえ大事になりますから、まあ2人呼び出されて、でそのちょっと背伸びを しだした女の子はもうすぐに認めたわけですよ、やってた。でもう一人の沢尻エイカ、沢尻エイカですって言うとクソ性格の悪いですね、沢尻エイカ、まあ授業の態度も悪いは認めなかったんですよ、やってないって言ったんです。本当は二人とも呼び出されてるのに、その一人は認めないで、だから僕は呼ばれたんですよ、一人がやってないって言うんです。はぁ、みたいな。やってない。もう明らかだったじゃんっていうね。否定するんだって思って。だったらね、そのテストの時間内に言えよかった。実力テストみたいなもんだったのかな。そのまあ、とにかく全生徒が受けなきゃいけないやつだったんだよね。で、だから呼び出されて、そうやってたっていうね、話をして、で、謝罪文とか反省文とかね、書かされるっていう事件になりましたね。まあ、中学生だったんで、定額とかあるのか分かんないですけど、別にそういうのはなかったですけど、っていうね、すごい大事件がありましたよ。そう、その日のね、なんかね、でもすれ違ってんですよ、また。その超性格の悪い女の子と外でね。でもそいつはやっぱり
みたいな、もうすげえ目つきでこっちをただ睨むだけみたいな、ね、やばい性格だなと思ってね、っていう事件がありましたね。その未だにあの顔は忘れられないですよね。大学とか専門学校ではなかったと思う。専門学校やっててもおかしくないんだけどな。進級とかに関わってたし、がっつりテストだったからな。大学のはなんかトイックの点が関係してるから、そう、トイックの点取れるか取れないかだったから、別に自分の授業中にはあんま関係なかったし、そもそも自分のテストは全部大学の試験で、僕の場合は試験で合格不合格の単位が取れる取れないっていうのに関わらせなかったんですよ。プラスにしかならないようにしてたんで、加点するっていう方式にしてたんで、テストがダメだったからといってもうそのままの平常点のただ点を上げる、テストが良ければそれに点数を足すっていうのにいつもしてたんで、なかったと思うんだよね。あったのかな、なかったと信じたい。どうですか、皆さんの周りにありました？自分の通ってた方はあったのかな、あったんだろうな。でも全然記憶にもないし知らないですね。皆さんの面白いエピソードがあったらぜひ聞かせてください。トイックはね聞いたことある。やっぱカンニングしてる人がいてそれで連れてかれたっていう話は聞いたことがあって、でカナダはもうあのはっきりとあったんだよね。そう、カナダってトイックめちゃくちゃ厳しいんですよ。あの鉛筆はもう渡された鉛筆しか使っちゃいけないんです。消しゴムだったかな、なんかその渡されたのしか使っちゃいけないけど、それなんでなのかっていうのを一回説明されたことがあって、本当に鉛筆に書いてあったりとか消しゴムに書いてあったりとかそういうことがあったからって、だからめっちゃ厳しいんだ。なんかトイレ行けなかったっけ、カナダは。なんかすげえ厳しいんですね、ルールがね。本当にお前たちはいろんなことを考えるもんだぜみたいなね言ってたんですけど、いろんなねカンニングのアイデアがあるってことを言ってましたね。とにかく厳しかったですね。もう今は日本のトイックもそう、リスニング中にリーディング解くなってなりましたけど、昔は良かったんですけど、もうカナダは絶対リスニング中にリーディングは解いてはいけないって言って、見てもいけないって言ってすごい厳しくチェックするんだよ。だからリスニング中に、まあリスニングの問題は見ていいんで、パート3とかパート4のは見ていいんですけど、パート5、6、7のあたりを見てたらもうブーッとダメだっつって、カンニングっつって退場ってなるんですよ。本当国によってトイックのルール違うのなんとかならないのかね。韓国なんか最初にあのページの抜けがないか全部チェックしろって言われてね、試験始まる前に全部チェックするんですよ。日本はシールでね止められて見れないですけど、韓国はもう最初から見れるようになってて、みんな見てそのチェックの時間にもう解いてる人いますからね。カンニングじゃん、じゃあこれ本当韓国カンニング知ってるよ、横行してるよ、トイックの試験で。よく考えたらアメリカはバラバラでしたね。めっちゃ厳しいとこもあったし、もう全然厳しくないとこもあった。本当にこのリスニングの時リーディング解いちゃダメだっつってめちゃくちゃ厳しくチェックする人もいれば、別の会場だとテスト中いない、やばくないですか、テスト中試験官いないんですよ。はいっつって始めっつって言って音流し始めたらいなくなって、で45分のとこで戻ってきて、はい止めて、その間だってさガンガン退出できちゃうしね、やばいよね今思うとね。退出ってかもう出入りできちゃうもんね。まあもっとすごいよね、カンニングし放題だったんじゃないって思うけど、そんなのもありましたね。本当に国によってもいろいろだな、トイックのルールって今思うと、うん、フランスは厳しかったよねかなり、うん、はい。よく考えたら韓国のトイックでやってる人は見たことがあったがっつり解いてたな、あれ面白かったな。ということでした。はい、皆さんの経験とかね、まあ、自分が見つかってしまった経験とかでもいいですし、誰かこういうことがありましたみたいなのがあったら、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.